どうも、こまやんです。節分任務イベントの終了日の告知がありました。今回は改めて節分の豆の入手できる量についてちょっと話していきたいと思います。ツイッターの告知であったように終了日は2月22日の火曜日の10時までですね。節分の豆の交換もメンテ開始前までなので交換を忘れないようにしましょう。そして節分の豆の入手量をまとめていきたいと思います。22日のメンテ前のデイリー演習まで全て消化すると最大75個節分の豆が入手できます。最大数まで集めると4式重爆飛竜が2機、さらに海藻設計図1枚入手可能になっています。海藻設計図は、陸港や海藻状況次第では、設計図か石切り1個2人型のどちらかを選択するといいかもしれませんね。節分の豆任務全消化は無理だとしても、個人的に今回は立功の強化で飛竜2機交換できていれば十分だとは思います。そして残り期間で入手できる量なんですが、節分任務やり忘れたとか復調任務ができないっていう方でも今回は飛竜2機取得のチャンスがまだまだあります。残り期間の節分の豆の入手量を見ると、2月13日日曜日に演習プラス拡張任務まで完了すると8個、そしてメンテ日まで演習を毎日欠かさず消化で8個で、残り2週間分のウィークリー全消化で14個入手できます。この告知あった後からでも最大30個入手できますね。今からでも昼1機交換できる数です。拡張任務を全くやらなくても今回最大57個入手できるので、飛竜2機目の交換まで届きます。最終週の任務消化が月曜と火曜の11時までと忙しいですが、節分の豆の量を確認して飛竜2機目の取得やプラス設計などを入手するなら頑張って任務達成をしていきましょう。ということで今回は簡単ですが節分の豆の最大数の紹介になりました。そしてメンテが飽きると2022冬イベントが開始します。現状分かっている情報だと、規模は中規模で、前段作戦は3回域、南西諸島方面からスタート、そして最終回帰報酬は冬月、このぐらいですね。今回も配信でイベント攻略、ブログや動画で情報をまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。